お好み焼き、みっちゃん総飯店。みっちゃんみやび店スタッフのほのかです。よろしくお願いします。今日はですね、映え写真を撮ろうという曲です。はい。 SNS はやってますか？インスタグラムやってます。やっぱりそれ楽しいですか？楽しいですけど、いい映え写真撮るのが苦手で、なかなかいい写真が撮れないので難しいです。じゃあ今回の企画はうってつけですね。じゃあ早速先生をお呼びしましょう。はい。じゃあ先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも、広島を拠点にインスタグラムで発信している梅です。本日はよろしくお願いします。先生、えらい緊張する具合がぐっと上がってるんですけど、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。さっきのフランクな感じがなくなったんですけど大丈夫ですか？はい。フォロワー人数とかどれくらいですか？フォロワーは今は5万人ほどいる感じです。すごい、すごい。5万人だそうですよ。すごいです。ちなみにほのかさん、インスタやられてますね。はい。はい、何人ですか？950人ぐらいです。おお、すごい！意外といた。今日はそんな先生にいろいろ伺っていこうと思うんですけれども、どうですか、自信のほうとかありますか？やっぱり苦手分野なので、教えていただきたいです。頑張ります。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お好み焼き、みっちゃん総飯店。はい、じゃあ先生、まず何しましょうか？まずは店内の雰囲気が分かる写真を撮っていきたいと思います。投稿を見る人が自分があったお店かどうか分かるようになるので撮っていきましょう。まずはほのかちゃんに撮ってもらおうと思うんですけれども、はい、自信のほどはないんで頑張ります。はい、よろしくお願いします。お願いします。難しいな。むずいな。取れました。自分の中ではいい感じに撮れたのかなと思ってるんですけど。いいですか、チェック。ありがとうございます。あ、でもいい感じだと思います。どうですか？まあ、ポイントとしては本当に奥行きが、僕も多分撮るなら奥行きを撮ると思うんですけど、奥行きがちゃんと撮れてることと、まっすぐのラインを多分意識されてるのかなという感じで、まっすぐ撮れてるので、これはいい写真だと僕は思います。ちょっと嬉しい。ちなみにこれもっとよりよく撮る方法とかあるんですか？もっとよりよく撮ろうと思うと、もうちょっと奥行きを見えるように、あとはそうですね、まっすぐの線をもうちょっと意識することで、綺麗な写真に見えるかなと思います。じゃあ先生、日本で撮ってもらってもいいですか？はい、頑張ります。先生、撮れたということなので、すごい。違う店みたい。すごい、めっちゃ広く見える。じゃあ奥行きをまあより意識して撮ったという感じになってますね。ここだと、まあ、本当斜めから撮って、この、まあ、自分の目で見て本当に一番奥行きが広がってる部分を撮る感じになるんですけど、逆にこっち側だけ撮ると奥行きが全くない写真になってしまうので、奥行きのある写真を撮ることで、まあ、情報量が増えるので雰囲気が出る写真になるかなと思います。あと、まっすぐの線って言われてますね。はい、スマホにグリッド線っていうのがあるんですけど、これを出すことでまあ、真っすぐ撮れやすくなります。で、まっすぐ撮ると綺麗に見える理由っていうのが、まあ、人間の目自体が首を傾けてもまっすぐなものはまっすぐのまま見えるので、それでまあカメラもそれと同じように、まっすぐで撮ってあげることで、まあ綺麗な写真になるかなと思います。そのまっすぐの線とか意識したことなかったんで、今すごい勉強になります。私もグリッド線つけようかなと。それ教えてもらおうと思います。お好み焼き、
みっちゃん総飯店。はい先生、次は何を？次は、まあ、お好み焼き屋さんだと調理をしている工程が映えると思うので、そちらを撮っていきたいと思います。お腹ちゃんニコニコしてますけどもう食べる気でもいません？そうですね、お腹すきましたまず写真撮ってください。はいちなみに先生ポイントありますか？まあ、ポイントとしてはまあ、お肉を乗せている瞬間であったり、まあ、湯気が映るとすごく美味しそうに見えるので、そちらはなんか動画などで撮っていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。お願いしますお姉さん、なんかポイントとかこのタイミング逃しちゃダメとかありますか？ポイントはそうですね、やっぱりひっくり返すタイミングの動画であったり、まあ、この具材を乗せてる瞬間が個人的にはすごく好きなので、そこをちょっと抑えていきたいと思います。ほのかちゃん、ひょっとしてずっと動画で撮ってる写真も残ってるよ。ほのかちゃん大丈夫？難しいで先生これで完成ですね。いや、ここから映えを意識するためにオプションを追加してます。今回はお願いします。先生、これはネギを乗せるってことですか？そうですね、まあ、味はもちろん美味しくなるんですけど、あとはまあすごく色が綺麗に緑が入ることで綺麗に見えてくるので、映えると思います。食べるのが楽しみです。ほのかちゃん、顔がめっちゃ嬉しそうなんだけど早く食べたい写真撮ってください。じゃあまずはほのかちゃんの渾身の1枚ちょっと見せてください。お願いします。美味しそうです。美味しそうなのは間違いないです。完成品じゃねえかよ調理中って話しちゃったねえかよ調理中はどうしたの？調理中は、はい、動画撮ってました。自信の動画はあるじゃん、調理中の自信の動画、うん、はい、後で動画撮ってあなたは役前半何をやってたんですかすいません、ほのかちゃんちょっとポンコツだったんで僕は一応調理中撮ってます素晴らしい。じゃあ先生ちょっとお願いします。一応1枚目が肉を乗せたところという感じで、こんな感じで撮ってます。ポイントとしては本当に、まあ、全体を映すっていうよりかは本当にお好み焼きにフォーカスというかポイントを当てて、やっぱこのお好み焼きに肉が乗ってるシーンを表現したかったので、ここを大きく映すように意識しました。僕も一応動画も撮ったんで、あ、そうです、ね、じゃあちょっとそれ見せてもらってもいいですか？やっぱりお好み焼きをど真ん中に置いて、視点がちゃんと行くように意識してみました。なんかこう、絵的なバランスとかそういうのってあります？バランス的にはやっぱり色鮮やかな方が、その僕の投稿の受けとかを見ると鮮やかな方がいいかなとは思います。お好み焼きみっちゃん総飯店。では最後、料理の写真を撮っていきたいと思います。で、まあ、ポイントとしては本当に多分正面から撮られる方が多いと思うんですけど、
やっぱり光ってお店によって違うと思うので、いろんな角度から撮っていくといい写真が撮れるかなと思います。どうです、ほのかちゃん。はい、ほのかちゃんもう食べることに意識いってるもんねいやでも食べ物撮るのが一番苦手なんで、うん、今から今の意見を参考に頑張りたいと思います、はい。先生、ひょっとして撮りながら色調とかもしてるんですか？そうですね若干ドーピングですねほのかちゃん、どう？いい感じですよ、自信があります。お先生、これ普段どれぐらいの時間かけて撮るんですか？僕はでも普段は5分弱ぐらいですかね、大体。じゃあ早速来てもらいたいんですけど、はいはい、まずはほのかちゃん、はいはい、自信ありますか？今回あります。おお、じゃあ見せてください、お願いします。はい、これです。その照明の話をさっき教えていただいたので、一番意識した時にこの子がネギとか麺とかソースとかの色合いが一番綺麗に写っていたので、この写真に選びました。写真のことをこの子と言いましたよどんだけ愛情に溢れてるかっていうね、よくわかりますね、これでね先生、この写真見てどうですか？そうですね、本当に言ってたようにサイドっていうか色味であったり明るさであったり、まあ、あと真ん中に本当にお好み焼きがあるので、なんか表現したいいいものが分かりやすい写真なのでいいかなと僕は思います。おー嬉しい。今日一日成果が出ましたね。はい、出ました。じゃあ先生、ちなみに先生はどんな写真を撮られたんでしょうか？そうですね、僕も一応ちょっと似たような感じなんですけど、まあ、ネギのモリモリ感と、あと上から撮ってしまうとちょっとお好み焼きが平たく見えやすいので、できる限りカメラを下の方に向けて、下からアングルを下からにして撮るようにしてみました。ちなみに立体感があるように撮るポイントって何かあるんですかね？はい、立体感があるように撮るポイントとしては、横向きだとこう撮るんですけど、縦の構図だとちょっとこうすごくやりづらいと思うので、カメラを一応このように逆にすることによって立体感を出すことができるので、よければやってみてください。いい感じかもしれない。どう？あ、確かに。どうですか？来てますか？あ、でも立体感出てるし、僕的にはすごい好きな写真です。イエーイ後ろにカメラマン映ってますねちゃんと抜けも気にしないとダメですよね。そうですね、抜けは僕は割と気にするようにはしてますねまだまだでした。でした。お好み焼きだと切ってる瞬間であったり、やっぱり断面もすごい気になる部分だと思うんですね。なんで今回は2人ということで、ちょっと切ってる瞬間も撮れたらなと思ってます。映える切り方ってありますか？あ、もう真ん中からざっくり言ってもらって大丈夫なんで。広げてみますか？あ、で断面をそうですね、こっちに向けてもらえれば。あ、難しいな、いきます。あ、美味しそう。 あ、いい感じです、湯気も出てきてはい、一応こんな感じですね。まあ、人の手が入ってるので、まあ、今まで撮った写真とはまた違う感じになるかなと思います。パッと見なんかこう躍動感が全然違いますね。そうですね、あんまり多分してる方は少ないと思うので、こうやって2人などで来た時はやっぱ片方がなんか食べる瞬間であったり、そういうところを撮ることで映え写真が撮れるかなと思います。私の手がすごい映えてて手まで映えさせる美味しそうです今日一日いろいろやってみてどうでしたか？食べ物を撮るのが一番苦手だったんですけど、今日先生からいろいろ学んで、これからしっかり食べる前に写真撮ろうと思いました。ありがとうございます。ありがとうございますいいね、いっぱいもらえそうですか？はい、
ちょっとこれから頑張ります。僕もいいねしに行きます。ありがとうございます。